翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも翔平 TV です。はい、本日はですね、皆さんに野球ギアをご紹介します。それがこちら、バーンと、はい、こちらフライオボールというボールでして、まあ、こういったボールが入っております。中に砂が入ってて、ものによって重さが違います。大谷翔平選手とかヌートバー選手がアップでこう壁にこう当ててこうウォーミングアップしてたと思うんですけど、肩のケアだったり、球速アップとか見込める、そういうボールになっております。見た感じだとこう縫い目になってて軟式ボールじゃないかって縫い目の形になっています。はい、でこれをこうバーンってこう投げたりとか、あのいろんなやり方方法が あるんですけど、箱のねこの上側にこういう QR コードがありまして、これを読み込むことによってこういったようなねやり方が2ページ分ぐらいありまして、まあ、これを見て、まあ、練習したりとか、とにかくね、なんといっても重さ、こちらのボールすごく重いんですけど、こちら 907g となっています。結構重たいですよね、これ一番重いです。軟式ボールが 137g ぐらいなんですけど、まあ、これは 907g とめちゃめちゃ重いです。まあトレーニングをいろいろこうやっていくんですけど、こちらのオレンジのボール、こちらが 453g なってて、まあ、さっきの907よりまあ半分くらいかな重さになってます。この砂も入ってるんですよね。で握るとまあこういう感じでプニプニと中に砂が入ってるような状態です。そしてお次 311g のだんだんこう重いのからだんだん軽くしていく。で続きましてこちらがね 198g となってまして、ちょっとまあ硬式とか軟式よりかちょっと重たいぐらいなんで、まあ、これアップにはすごくいいかなと思います。これでまあ普通キャッチボールできるんじゃないかな。メジャーリーガーチャップマンとかも結構やってたよねかな。なんかやってるのも、なんか重いボールで投げてたと思います。まあ、重い分、力がこう必要なんですよね、投げるのに。その後に普通のボールでもう投げると、やっぱ速い球がいくっていう。160キロ投げる選手なんかはね、結構やってるんじゃないですかね。続きまして、でこちらですね。はい、こちらの水色のボール、こちらが 141g となってまして、まあ、公式ボールと同じくらいの重さになってます。はい、最後にこちらですね。こちらは一番軽い、100g です。はい、これはやっぱこうなんだろうな、最後こう重い球を使った後に、まあ、軽いので腕をしっかり振るとかそういうので使えるボールかなと思います。はい、以上このような感じで、6個の、ボールを紹介しました。まあ、ちょっとこれでねキャッチボール軽くしてみようかなと思います。はい、いきまーす。いくよ、こうやってね、こうやって投げます。フェンスに向かってやってますよね。そう、フェンスとかそう壁に向かって投げます。ここからこうやって、まあ今のもあるけど、肘を90度にしてこうやってやるのもトレーニング一つらしい。それはまあ家でもできるし。そう、家でもできる。ここからこうやって投げる。普通に壁に向かって、そう壁に向かって投げる。ここから海内運動ね、海内運動して投げる。マニュアルに書いてあったやり方。これもそんなさ、あの広いところでやらなくてもいいし、公園でもできると思う。これは。はい、これでもあります。ではある程度重いボールで、あの今のやつをやった後にさっきの通常の公式と同じ重さで投げるとまあ軽く感じる。やっぱ軽く感じる。これは普通に投げていいの？普通に投げていい。あとはこう大きく、体を大きく全身を使ってっていう。そう、あとは前で離すようなイメージ。おー、いきなり思った。重いボールって多分前で離さないと飛距離が逆に出ないと思うんですよ。そうしっかりこう前で離すっていうのもボールの重いボールでやる意味でもある。でこれで、まあ、さっきのなんか重いボールでもいいんですけど、まあ普通に重心の体重移動。これ普通にブルペンでやってる人もいますもんね。いる普通のボールで。いる普通にこれをやる。そう、重いやつでやる。しっかりと体重移動ができてないと前で離せないからっていう。そう、
これができないと通常のボールでも無理だし、だから重いボールでやると。全部上行くわ、やっぱ前で離せてないってことが、そう、まあ、自分で分かるよね、これだったら。分かる分かる、これはもう見て分かる。ちゃんと相手の胸に投げるっていうので、いつも通り投げてると全部できる。で、逆に重いから前で離さないと楽にならないと思う。そうなんだよ。いくらあいつ脱臼すんじゃねえかっていうぐらいこうこいつやってる。お前肩崩すなよ。大きく、とりあえず大きく大きく、はい、というわけでですね、はい、というわけで今回はですね、プライオボールを、紹介してきましたけども、まあ、非常にこれアップですごい使えるし、まあ、肩痛いっていうのもあるけど、このボール自体が、まあ、トレーニングもそうだし、ピッチングの投げる前に使うと、まあ、パフォーマンスアップするなんてもあるし、まあ、球速もアップするんじゃないかなってもあるし、非常にいいアイテムだなと思ってました。まあ、WBC 見てて、アップしてるのを、見た時に、あ、これいいかもと思って探して見つけたんですよ。僕、Amazon で買ったんですけど、まあ、Amazon のリンク貼っておきますので、もし興味がある方は、ぜひとも、使ってみてはいかがでしょうか。こちらの値段ですけど、12,999円っていう、なってますので、今年本当に、肩のケアグッズとか、そういうトレーニング系のボールとか結構ね、いいのが、出てますし、そういうののおかげでね、今年の年末またたくさん投げてプロスタも行けていい思いしてね、1年過ぎるんじゃないかなっていう予感はしてるので、まあ、僕の、チームだったりメンバーだったりみんなが僕と一緒に野球の時に全然持ってくし使っても全然 OK なので、まあ、みんなでね怪我なくパフォーマンスアップして頑張っていきましょう。というわけで、本日はプライオボールを紹介しました。素晴らしい商品ですので、ぜひとも、手に取ってみてください。はい、では終わります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あっしゃー、イエーイ、イエーイ、オッケーオッケーオッケー、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。